アポマトックス・コートハウスは、アメリカ合衆国バージニア州、アポマトックス郡にある集落。アポマトックス町の東約5キロメートルにあり、州の南部にある、リンチバーグ市からは東に40キロメートルに位置する。南北戦争最終盤の1865年4月9日に、アポマトックス・コートハウスの戦いが行われた場所であり、同日集落内にあるウィルマー・マクリーンの家で、 南軍のロバート・イ・リー将軍が北軍のユリシーズ・グラント将軍に降伏した。リーの降伏は事実上南北戦争を終わらせることになった。この場所はアポマトックス・コートハウス国立歴史公園として記念されている。コートハウスはもともと巡回裁判が開かれる裁判所の建物を意味している。コートハウスの建物にはしばしば軍長としての機能も置かれた。 他の軍のコートハウスと区別するために建物は軍の名前、コートハウスの名で呼ばれる。また、南部諸州の田舎の多くの軍では、コートハウス所在地の集落を軍の名前、コートハウスの名で呼んだ。本校のアポマトックスコートハウスの集落もアポマトックス軍のコートハウスの建物があったことに由来している。この集落を有名にした南北戦争当時、この集落には、 実際に、アポマトックス軍のコートハウスの建物があった。ただし、南北戦争後にコートハウスは移転しており、現在、アポマトックスコートハウスの名で呼ばれる建物は、アポマトックス町にある。アポマトックスコートハウスの前の北軍兵士、1865年4月、リッチモンドリンチバーグ街道沿いにある、この集落は、もともと、クローバーヒルという名で呼ばれ、 駅馬社の宿駅として発達した。この名は1819年頃に建設されたザ・クローバー・ヒルタバーンという宿屋にちなむもので旅行者に宿を提供し馬の交換を行うザ・クローバー・ヒルタバーンは集落の活動の中心であった。1845年にアポマトックス軍が設立されるとクローバー・ヒルの集落にその軍長が置かれることになった。 当地の地主であったサミュエル・ディ・マクダーモン大佐は、2エーカーを行政用建築物のための土地とした。ザ・クローバー、ヒルタバーンの向かいにコートハウスの建物が建てられ、さらにその裏手に刑務所が建設されることになった。1854年、アポマトックス郡にサウスサイド鉄道が付設された。しかし、鉄道はアポマトックスコートハウス集落の金傍を通らず、 集落の南方約5キロメートルにアポマトックス駅が建設された。商業取引の中心は駅周辺に移り、駅周辺に新たな集落が発展することとなった。このため、アポマトックスコートハウス集落の人口は150人を超えることは一度もなく、一方でアポマトックスの街は数千人規模になった。1865年4月、 アポマトックス駅とアポマトックスコートハウス集落は南北戦争の最終局面の舞台となり歴史に名を残した。アポマトックスコートハウス集落にあったコートハウスは1892年に消失してから再建されずアポマトックスの町に新しく建設された。軍庁所在地も1894年に正式にアポマトックス町に移された。1935年 クローバー、ヒルタバーンなど残存するいくつかの建物が公園として指定された。以後、数字にわたり、格上げと保護範囲の拡大、建物の再建などの整備が行われている。マクリーンの家、1865年4月、ティモシー・エイチオサリバン撮影1865年4月9日、村内にあるウィルマー・マクリーンの家で、南軍のロバート・イーリー将軍が、 北軍のユリシーズ・グラント将軍に降伏し、事実上南北戦争を終わらせることになった。なお、南北戦争における両軍最初の大会戦である第一次ブルランの戦いは、バージニア州北部マナサスにあるマクリーンの農園で戦闘が始まった。南北戦争は1861年にマクリーンの裏庭で起こり、1865年にその居で終わったということもできる。 マクリーンはバージニア民兵隊を少佐で退役したが南北戦争が始まった時は年を取り過ぎて徴兵に応じることができず戦火から逃れるためにマサナスからアポマトックスコートハウスに移住することにしたそれにもかかわらず2865年4月9日戦争がマクリーンの家までやってきたわけであるマクリーンの家では四月十日に降伏条件を決める会合が行われ 次の数日間、北軍のジョン・ギブソン少将の本部として使われた。降伏の条件は次のようであった。士官は個人ごとに、アメリカ合衆国政府に対して武器を向けないと約束すること。また中隊あるいは、連隊の指揮官はその部下の兵隊について、同様な約束に署名すること。士官の携帯武器もその個人的な馬や手荷物も引き渡すこと。 南軍の多くの兵卒は馬やロバを所有していたので、個人的に所有権を主張された馬やロバはそのまま止め置かれた。マクリーンハウスマクリーンハウスのキッチンマクリーンハウスのダイニングルームマクリーンは砂糖の密貿易でかなりの資産を築いたが、その現金はアメリカ連合国の通貨だったので、連合国の崩壊とともに価値がなくなり終戦時には破産に近い状態だった。 マクリーンは1867年秋にアポマトックス、コートハウスを離れて、夫人の所有するプリンスウィリアム軍の農園に帰った。借金の返済を怠った時に、リッチモンドのハリソン・ゴッティンアパーソン銀行が裁判所に訴え、幸福の家は1869年11月29日に競売に付された。この家はジョン・エル・パスコーが落札し、 以前リッチモンドの住人だったラグランド家に賃貸されたらしい。1872年ナサニエル・エイチ・ラグランドがその資産を1250ドルで購入した。1891年1月1日、ラグランド未亡人がこの家をニューヨーク州ナイアガラフォールズのマイロン・ダンラップに1万ドルで売却した。ダンラップとその仲間の投機家はこの家の評判を活かして儲ける案を23持っていた。 一つは分解してシカゴまで運び、1893年の万国博覧会に展示することだった。高さや部材使用者を含む計測図が作成され、家を分解して輸送用に荷造りされたが、折り足く1893年の強行が起こった。資金不足や法的な問題が発生して、計画は止まった。家の部品は積み上げられたまま、嵐や収集家の餌食器になり、 50年間も放置された。1940年4月10日、アメリカ合衆国議会が、アポマトックスコートハウス国立歴史史跡を創設し、約970エーカーの地域を指定した。1941年2月、藪やヤ、生意水カズラで覆われていた、この場所で発掘が始まった。古いデータが集められ、建築作業計画が作られ注意深い再建が、 始まった。この全体計画は1941年12月7日、日本軍が真珠湾を攻撃しアメリカ合衆国を第二次世界大戦に引き込んだことで急遽中断された。大戦後、この計画は高い優先度で再開された。1947年11月25日、マクリーンハウスの再建に関する入札があった。 再建は残っていた5500個のレンガを使い、これが新しい家の壁の随所にあてがわれた。1949年4月9日、合衆国を元の姿に戻すための歴史的な会談が行われた。その日からちょうど84年後に国立公園局によって初めて公開された。1950年4月16日に行われた落成式では、 ロバート・ E リー4世とユリシーズ・グラント3世がテープをカットした。約2万人の群衆を前にピュリッツァー賞を受賞した歴史家ダグラス・サウス・オール・フリーマンがスピーチをした後のことだった。ありがとうございます。